上がれ。加減しねえからな。え？それさ、ほれ！奥から何か聞こえたな。Thank you.
て、必要なものがあれば何なりと、火のそばに座ってすぐ人をやりますから。あなたがあの探り回っていた訪問者ね。屋根裏部屋？ここに屋根裏部屋はないの。でも左側の部屋を使っていいわ。どうぞごゆっくり。それじゃあ、あなたがドラゴンボーンなのね。噂は聞いてるわ。あなたが探してるのはこれでしょ。話があるの。ついてきて。これでやっと話ができるわ。グレイビアードはあなたをドラゴンボーンだと思っているようだった。そうであればいいけど。間抜けなふりをしているだけよね。ウステングラブにメモを残したのは私よ。結構隠れるときに重要なのは自分とは違う人間になりすますことよ。サルモールの罠じゃないと確認するにはこうするしかなかった。私はあなたの敵じゃない。角笛は私だわ。あなたを助けようとしているのよ。私の話を聞いて。メモにも書いたけど、あなたがドラゴンボーンだって聞いたの。あなたを探している一団のものよ。あなたのような人をずっと探していたの。あなたが本当にドラゴンボーンならね。先を話す前にあなたが信用できる人物かどうか確認する必要があるわ。そうよ、私たちは奴らの宿敵なの。私の予感が正しければ、奴らはドラゴンの復活に関係しているかもしれない。でも、今それは重要ではないわ。重要なのは、あなたがドラゴンボーンかもしれないってことよ。ほとんどが忘れてしまったことを、私たちは覚えてる。ドラゴンボーンが最高のドラゴンスレイヤーであるってことをね。ドラゴンの魂を滅ぼし倒すことができるのはあなただけよ。あなたにできるの？ドラゴンの魂を飲み込むことが。わかったわ。すぐにそれを証明する機会がやってくるわよ。ドラゴンたちはどこからか舞い戻ったのではないの。生き返ったのよ。どこかよそへ行っていたのではないの。死んでいたのよ。私の祖先によって何世紀も前に全滅させられたの。そして今奴らの命を吹き返す何かが起きてる。それを止めてほしいの。私にはわかるの。埋葬塚を見に行ったのだけど、墓は空だったのよ。それに次のが復活するのがどこなのかも突き止めたわ。そこに行ってそのドラゴンを仕留めるの。成功したらあなたが知りたがっていること全てを話すわ。カイネスグローブよ。その近くに古いドラゴンの墓場があるの。始まる前にあそこに行くことができれば阻止する方法を見つけられるかもしれない。旅用の装備に着替えないと。ちょっと待って、すぐに準備するわ。
それがいいわね。カイネスグローブへ急ぎましょう。私は旅に出てるの。戻るまで宿屋を頼むわよ。わかった。いい旅を。カイネスグローブはこっちよ。一緒に行くか、別行動して遊んで落ち合うか。よしよし、あなたが選んで。角笛を手に入れたか。よくやった。これで全ての試練に合格だ。私と来い。お前をドラゴンボーンとして正式に認める時が来た。揺るぎなき力の最後の言葉を覚える時が来た。ダオスという意味。三つの言葉全てを合わせて、シャウトはさらに強くなった。慎重に使う。ウルフの嵐がダーの力を授けてくる。声を聞いて耐えられるものは少ない。お前ならばできる。